うぶ主のプレイが下手くそで、気をつけてはいるのですが、画面酔いなどする方はブラウザバックをお願いします。ついにやってきたわね。今回はフェスの模様をお送りしていくわ。鬼嫁の顔からやる気がにじみ出てるな。やる気満々ね。払いたい。いや皆さんお待たせしました。そういうことは撮影始める前にちゃんと済ませておくんだぜ。まあ生理現象だからしょうがないわよね。というわけで鬼嫁的には今回で3回目のフェスなのだけれども、思い返せば、1回目はマヨネーズ対ケチャップ。鬼嫁は北海道一のマヨラーだったわね。そしてこの時はマヨネーズが勝ったんだったな。マヨラーとしてはとても嬉しかったわね。そして2回目がマックポテト対マックナゲット。投票率はマックナゲットの方が少なかったんだよな。でも見事にマックナゲットの優勝だったのよね。そして今回が瞬発力対持久力。鬼嫁どっちが得意なの？多分どっちも苦手なんだぜ。はっきり言ってどっちも自信ないけど、持久力は本当に無理だから、鬼嫁瞬発力に投票したいと思います。果たして鬼嫁は連勝なるのかしらね。それでは行ってみよう。は？は？鬼嫁息切れしてどうしたんだよ。永遠の瞬発力があるにしたくて、もう3時間半以上ぶっ続けでやってる。そして他のみんなはそんなに時間かからないんだぜ。鬼嫁途中負け続けでゲージが全然上がらなかったのよね。もう何回やめようと思ったことか。でもこれで勝ったら念願の永遠だな。負ければもう一試合ね。霊夢嫌なこと言わないでちょうだい。鬼嫁結構限界来てんのよ。鬼嫁おばさんだから。鬼嫁ピチピチ、これは相当締められたな。よし、瞬発力ファイト。今回も勝ってスーパーサザエをたくさんもらってやるわ。瞬発力パワー1670。そして相手も瞬発力パワー1680。何が悲しくて味方同士で戦わないといけないのかしらね。それだけ瞬発力の投票が多かったのかしらね。今回鬼嫁が使っていきます武器は、こちら、プライムシューターコラボ。プライムシューターコラボは塗りだけじゃなく、射程の長さも活かしてのキル、そしてスペシャルのバブルを使って防御など、多種多彩な武器なんだぜ。久しぶりのシャボン玉ね。割った時にキルできた時の快感はそりゃもうたまらないわよね。逃げられない。チャージャー上手い人のは本当に逃げられないんだぜ。鬼嫁早速やられちゃったわね。チャージャーにやられたと思ったらまさかの別の人にやられちゃってたみたいね。敵3チーム見事な連携プレイなんだぜ。スプラはチームワークが大切よね。鬼嫁も全力でチームのために貢献していこうと思うわ。上手いか下手かは別としてな。あちゃー、もうこっちの方まで塗られちゃってるじゃない。鬼嫁このままじゃまずいんだぜ。あら、敵さん自分の陣地全然塗ってないじゃない。代わりに鬼嫁がしっかり塗っておきますね。で塗り返しに来たー。じゃあ鬼嫁初キル。じゃあ引き続きここの色塗りは鬼嫁にお任せを。また敵さんが塗り返しに来ると思うけどな。鬼嫁の命危うし。ここの横から敵来られると怖いから、シャボン玉で蓋しちゃお。バブルは爆発させると色も塗れるから一石二鳥だよな。でも残念ながら敵はいなかったみたいね。鬼嫁のシャボンに巻き込ませてあげたかったのに。うん、何回か。お、鬼嫁後ろに。後ろに隠れてたなんて、なんか敵に囲まれてないか。ちょっと敵陣の方に近づきすぎちゃったかしらね。仲間の応戦のおかげで助かった、ってこともなかったみたいね。ボムがたくさんで敵の神方のか。なんかほとんど相手チームに色塗られてんじゃないか。気づいたらまずいことになってたわね。時間も半分を切ったわね。左上にはピンチの文字だな。この状況はピンチですか？スタート地点しか塗れてないのでピンチですね。このままではもう一戦ですか？このままではもう一戦ですね。塗るのじゃあ。あ、なんか倒した。とにかく塗りまくるのじゃあ。この状況はまずい。鬼嫁もう一戦確定ね。まだわからないでしょ。諦めるのはまだだぜ。わー、インク切れしたー。わー、敵来たー。スーパーチャップ来たー。なんだかすごいことになってるな。やられるのは回避できたみたいね。仲間ナイス。左からは雨降らしが来てるし。仲間のおかげでなんとか死なずに済んだわ。1分切ったわね。お、チャージャー発見。これはどうやって近づけばいいの？鬼嫁チャージャーをそこから倒すのは無謀だ。ジャンプ。鬼嫁無理だって。やっぱり無理だったー。そんなん勝てるわけないだろ。もう残り時間も少ないんだから鬼嫁遊んでる場合じゃないわよ。あ、遊んでるわけでは。このままじゃまた永遠になれないわよ。もうこのままじゃ4時間ぶっ続けになっちゃうでしょ。鬼嫁もうフラフラなんだぜ。ちょっと休憩してまたやればいいでしょ。そうなんだけど、終わらせちゃいたいじゃない。そうか。急げ急げ、もう何でもいいから色だけ塗るんだ。もう敵と遭遇しても戦わずして逃げるんだ。戦えよ。戦ってる時間も惜しいわ。よし、敵はいない。この間に塗れ塗れー。インクを多く塗った方が勝者となるのじゃ。みんな知ってる。今更縄張りバトルの説明までしだしたわね。相当焦ってるな。あーもう鬼嫁の邪魔しないで。キルしないから今は色だけ塗らせて。って言いながら思いっきりキルしてるぞ。とにかくゴム投げて色塗って。鬼嫁必死だな。それだけこの試合を最後にしたいんでしょ。もうこっち来ないで。あ、終わった。最後に風船を割りたかったところね。果たして結果は。これはちょっとまずいかも。だー、負けたー。鬼嫁残念だけどもう一戦頑張ってきてね。鬼嫁もう結構フラフラなんだけど。諦
と一回やれば確実に永遠になれるんだぜ。勝っても負けても永遠よ。それもまた悲しいわね。この後鬼嫁は最後の力を振り絞り永遠になったのであった。それでは結果発表。どっちが勝ったのかしらね。おんちゃ、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅から、テンタクルズがお届けします。リーダー、ステージ発表の前に臨時ニュースよろしく。あれ、何でしたっけ？ S の結果が出たよ。おお、まずはどっちのチームが多く投票されたか、投票率の勝負。ドキドキ、ブルルルル、デケ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 。3、すごい差ね。まずは1勝だな。お、よし、こうなったんですね。おし、次行くぞ、次。そうですね、次も大切です。どっちが多かったか、勝率の発表、ソロとチーム、一遍に行くぞ。一遍にですか、緊張する。ブルルルルル、デケ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 。3、持久力が勝ってる、結構な接戦だったんだな。マジかよ。おお、ここまで来たら、最後はあれっしょ。最終結果ですね、その通り。つうわけで、今回のフェスを制したチームは、ごくり。まあもう結果は分かっちゃってるんだけどね。2対1で鬼嫁初めての敗北だな。やっぱり持久力を持ってスプラもコツコツ練習が大切ってことね。鬼嫁ももっと練習しないとダメなんだぜ。でも鬼嫁スーパーサザエもらえたから小躍りして喜んでたわよ。鬼嫁は悔しいって気持ちがないからスプラも上達しないんだぞ。ということで今回のフェスは負けてしまったけど、次回のフェスも頑張ります。それまで鬼嫁にはしっかり練習しとくように言っとくからな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。